リトル・ジョー1号はアメリカ合衆国のマーキュリー計画において宇宙船の緊急脱出用ロケットの実験を行うために計画された固体燃料ロケット・リトル・ジョーの試験飛行である。実験自体は失敗に終わった。機体は全長15メートル、重量約2万キログラム、直径2.0メートルで尾翼部分を含めた全幅は6.5メートルだった。 ポラックスとリクルートと呼ばれる固体燃料ロケットを4機ずつ組み合わせたもので11.3トンの水力を発揮し最大で1 7 8 8ラムの搭載能力があった。脱出ロケットはグランドセントラル 1KS52000 ロケットエンジンを使用し重量は4 6 0ラムだった。1959年8月21日バージニア州 ワロップス島のワロップス飛行施設で発射の準備をしていたところ、予定時刻の約30分前に突然緊急脱出用ロケットが点火した。ロケットは20秒間燃焼し、高度610メートルに到達した後、600メートル離れた場所にマーキュリー宇宙船を運び去った。1959年9月18日に出された事故報告書によれば、 脱出ロケットの異常点火は過渡現象もしくは漏電によって引き起こされたものであり、分析の結果、緊急停止のシステムが自爆装置の安全解除の母船に直結されていたことが原因であると明らかになった。使用されていた電池はイギリスからアメリカに持ち込まれたもので充電はされず短絡された状態だった。その電池が発射台上で充電され、 充電量が必要な値に達した際、脱出システムを作動させてしまった。さらにセンサーが高度が不十分であると感知したことにより、緊急脱出用ロケットの来艦が点火された。バッテリーはまだ完全に充電されていなかったため、脱出ロケットの切り離し用小型ロケットとパラシュート、回収システムは作動せず、両者は共に海中に沈んだ。この記事には、 アメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。